さあここで中継に行ってるスミちゃんにちょっとお話伺いましょう。スミちゃん。はい、こちらにはですね、はい、見事ヤングジョッキーズシリーズ、はい、初代チャンピオンになりました臼井健太郎騎手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや優勝した今のお気持ちいかがですか？いやもう感無量ですまさか優勝できると思ってなかったんでびっくりします。自分でも JRA の騎手2人を、まあはい、抜いての1位ですからね、はい、いやなんかもうわけわかんないですね。中山も初めてだったしすごい緊張してたんで、はい、初戦で大井で勝ったのが良かったかもしれないです。なるほど。さあそしてこちらも同じくヤングジョッキーズシリーズに出場しました、はい、藤田菜々子騎手にもお越しいただいています。はい、菜々子ちゃんにもちょっとね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これで、今年のレースすべて終えたわけですけれども、今年振り返っていかがですか？そうですね、去年よりはこう成長できた1年になったのかなと思うんですけど、まだまだなのでもっと頑張りたいと思います。スタジオの皆さんいかがですか？やはり緊張とかプレッシャーとかは感じましたか？緊張やプレッシャー、そうですね、でもそれもこう頑張る力になったので、たくさんの応援をいただいてありがたいです。臼井騎手はいかがですか？いや緊張しましたけど、やっぱり中山の声援ってすごいですね。やっぱり地方競馬ではなかなかこんな声援ないんで、はい、いやすごい気持ちよかったです。やはり声援はこう力になるものなんですね。いやなりますね、やっぱりアドレナリンがいっぱい出ます。一応私も地元が千葉でして、船橋競馬場には結構行ったことあるんですけども、はい、私の声援届いたことあります？いやありません、全くありません、はい、もっと大きな声でお願いします。臼井騎手から見て菜々子騎手いかがですか？いやもう一応地方と中央のあれはありますけど、一応同期ってことでやらせてもらってたんで、はい、まあ、生徒の時から顔はちょくちょく合わせてたんで、はい、そんなに別に何か思うことはなかったです、はい、逆に菜々子騎手いかがですか？そうですね、本当におめでとうございます。ありがとうございます。どうでしょう、いずれはその中央にっていうこととかは考えてたりしますか？いやまだ技術不足なところがあるんで、これはこれで一回踏ん切りをつけてまた地方競馬で頑張って、今度は自分の力でなんか自分の勝った馬で乗りに来れるように頑張りたいと思います。でもきっと今回の結果がすごく今後の自信になると思いますが、いかがでしょう？いやそうですね、まあこれはすごいありがたいことだったんで、また頑張りたいと思います。どうですか、一番大きな夢というか今抱いてることは？いや夢はもう昔からやっぱりダービー勝ちたかったんで、やっぱりダービー勝ちたいですね。はい、それだけです。じゃあまず私が船橋に応援しに行きますね。はい、お願いします、はい、大きな声援お願いします。はい、ありがとうございます。さあそして藤田菜々子騎手も来年の活躍期待されますが、いかがでしょう？そうですね、もう今年1年の競馬終わって、来年の競馬もまたすぐ始まるので、そうですね、また気持ちを切り替えてというか、もうしっかり頑張っていきたいと思います。20歳にもなりましたしね、はい、そうですね、もう頑張ります。やっぱ菜々子騎手はここ1年やっぱすごい活躍だったんで、自分でもやっぱ成長できてる部分っていうのはいっぱいあったと思うんですけども、自分でも実感とかありますか？そうですね、やっぱ技術的には本当にまだまだなので、はい、そこはもうしっかりこれから技術を上げていきたいと思います。いやもうね、やっぱり 1000m 直線が強いと今ね前で出てますけども、はい、やっぱスタートが得意な菜々子騎手ですからね。そうですね、このレースこう進路ちょっと迷ってしまったんですけど、馬のおかげで勝つことができたレースで嬉しかったです。いやもちろん騎手としてね、年内最多勝をね、これ記録したということ でいかがでした、その時の記録を達成した時はね、花さん、来年が楽しみですね。そうですよね、はい、まあ、ですから今若手がどんどん成長してますからね、はい、はい、まあ、腕を磨いて頑張ってね、はい、また今年以上にいい成績を上げるということです、はい、そうですね、はい、応援してます、本当にありがとうございました。